1987年中国。この年、中国にある小さな村で村人全員が突如失踪する事件が起きました。失踪した人数はなんと1000人以上。家畜やペットまでもが一晩で消えてしまったこの事件は、存在までもが消され、残っているのは廃墟となった名前もわからない村の跡だけでした。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました海外、はい、ミステリーファイルというところで、うん、今回ですね、まあ世界の事件たくさんね、いろんなの扱ってるんですけど、はい、アジア最大と言われる中国の失踪事件、うん、イェ・リーマオ事件をお届けしようというところなんですが、はいはい、まあ、ちょっとね、なかなか聞き慣れないと思うんで、事件の詳細の方を見ていきましょう、うん、丸ごと消えた村。1987年、中国のほぼ中央に位置する陝西省に小さな一つの村がありました。北部には砂漠が広がる一方で、南部には緑豊かな地域があり、その村はとりわけ目立つ特徴もなく、同じ陝西省に点在する他の村と何ら変わりないありふれた場所でした。そんな小さな村で、たった一晩にしてその村の1000人を超える住民全員が姿を消してしまうという大規模な失踪事件が発生しました。しかも消えたのは村人だけではなく、家畜や飼われていた犬や猫までもが跡形もなく消えていたのです。村には大人数が移動したような形跡は一切残っておらず、家屋には食事や日用品が残されたままだったそうです。これを受け、警察は村全体の捜索を開始しましたが、村人たちの行方につながるような手がかりは一切なく、しかも誰一人として行方が分かっていないため、事件当日の経緯もほとんど分かっていません。何かの事件に巻き込まれたのか、集団による自発的な大移動だったのか、さまざまな説が考えられましたが、この村の周囲ではよく UFO の目撃情報もあったことから、エイリアンによる誘拐という説までもがささやかれるようになっていきました。めちゃくちゃすごい人数消えてるじゃないですか、うん、1000人やもんね。これすごいよね。いやもうなんか規模が違いすぎるから、うん、本当にさっき言ってたみたいなエイリアンによる誘拐説みたいな、うん、ちょっと荒唐無稽な説が、うん、濃厚な気してきましたけど ね、 ですよね、うん、で今回事件のポイント、なんで村人は消えたのかと、うん、で数少ない情報からこの事件さまざまな憶測が立てられていると、うん、だから皆さんも一緒に、ね、考察しながらご覧いただけたらと思います、はい、でさっきも紹介したようにこの事件に関して、ね、いろんな憶測あるんですが、うん、その中で最も有力な説、中国の軍隊による仕業だと言われているんですよね、うん、ではその理由を見ていきましょう。極秘軍事作戦。事件当時、陝西省の西に隣接する甘粛省蘭州には、蘭州軍区と呼ばれる中国人民解放軍、いわゆる中国の軍事基地がありました。失踪事件が起きる前、ここでは極秘裏に大規模な核実験に関わる作戦の準備が行われていたらしく、実際に軍隊がやってきて村人を連れて行ってしまったという村の周辺に住んでいた人からの証言もあるそうです。そんな中で起きたのが1000人以上もの謎の集団失踪です。そして軍事基地が近くにあるという状況から考えられたのは、もしかしたら村人たちは軍事機密作戦のために強制移住させられたのではないかという説でした。実際に軍事作戦には名前が付けられていました。その作戦名はイェ・リーマオ作戦。そのためこの失踪事件はイェ・リーマオ事件と呼ばれるようになっていったのでした。あの一個思ったのが、強制的にね、あっちの方行ってくださいっていう風な移住させられたんであれば、うん、情報絶対出てくるはずなんですよ、はい、でも村人がもう消えたって言われてるわけじゃないですか。そうですね、存在すら消されるなんか理由があるはずなんですよね。そうですよね、うん、気になる。これ移動させられたのはですね、国が用意した隔離された新しい土地で、うん、まあ、だからその情報がほとんど出回っていない理由としてですね、うん、軍によるこれは口止めのせいじゃないかとされているってところだそうです。もしかしたらなんかいろいろな情報も改ざんされて、うん、別の人にさせられている可能性もあるってことか、うん、でちなみに作戦名となっているこれイェ・リーマオとはですね、中国語で夜を表すイエという言葉と、うん、タヌキ猫と書いてこれリーマオって言うんですけど、うんうん、が組み合わせられた言葉、まあ多分造語なんですけど ね、まあ、造語でしょうね。でこれタヌキ猫とは山猫のことを意味するそうなんですよね、まあ、独特の言葉つけられた、まあ、そうですね。
でこの頃の中国の軍事情報、未だに不明な点が多いとされておりまして、うん、このイエリーマオ作戦についても詳しい情報っていうのはね、なかなか分からなかったっていうところだそうですね、うん、まあ、内容が内容なだけにね、核実験でしょ、うん、だからまあね、こう村ごと移動させないと、まあ危ないっちゃね、危ないですよね、うん、そうですよね。でこの軍事作戦の話、あくまで憶測の域出ないんですけど、うん、事件の真相についてもっと深く考察するために別の関連事件についてもちょっとお話したいと思います、はい、実は村人全員がいなくなるという事件は昔にも起きていたんです、うん、類似事件。1000人もの村人を強制的に移住させる理由とは何なのか。実は過去にも中国で一つの村の住民が全員いなくなるという事件が起きていました。時代は清代の庚寵年間と呼ばれる1875年から1908年まで遡ります。この時代の福建省には高辺村という村があり、村の人口はおよそ1000人ほど。そしてこの村でも村人全員が一晩のうちに突然失踪する事件が発生していたのです。この事件もイエ・リーマオ事件と同じく村人全員が失踪する理由、そして原因すらも全く分かりませんでした。この事件の真相として考えられたのは、付近で大きな自然災害が発生し、被害を避けるために移住したのではないかというものでしたが、当時の記録を調べると、そのような災害が発生したという形跡は全く残されていませんでした。となるとこの事件にも国政に関わるような巨大な力が働き、国家権力によって強制移住をさせられたという可能性が考えられたのでした。すごいね、うん、同じような前例あったんですね。あったようですね。で、まあ、こういう珍しい出来事を、まあ、誰かしらが記録しているものですしね、大規模な強制移住ってなればどこかにその記録が残っているはずなんですけど、うん、まあ、そうした記録がないっていうところを見ると、うん、清国が秘密裏に村人を強制移住させた、うん、もしくは最悪の場合殺害したとしかね、うん、ちょっとこれ考えられないっていうところになりますよね。なんかね、うん、一個思ったのが、そのもし殺したとしたらですよ、はい、うん、遺体処理ってものすごい大変じゃないですか。そうですよね。で結婚すら残さずに1000人もの人を殺害できるかねっていう、爆弾ボーンじゃない限り、リアリティはないよね。そうそうそう。あとこの事件に関して核は関係なさそうじゃないですか。あ、そうですね、これに関してはね、これに関してはだからちょっと理由が分かんないですよね。そうなんですよね、うん、でこの2つの類似事件から見えてきた強制移住させる目的、うん、それは中国の歴史を紐解いていくと、うん、その目的が推測できる、うん、それは中国ならではのものでした、うん、強制移住の目的。このよく似ているイエ・リーマオ事件と高辺村の集団失踪事件にはどちらにも共通しているポイントがありました。それは古代中国から伝わる大気には流れがあるという考え方、風水。日本で風水と聞くと家具の配置などを変えることによって気の流れを整え自力で開運するというイメージがあると思いますが、それは一部のみ取り入れられアレンジされたもの。中国での風水というのはもっと大規模で、地形そして天体との位置関係までもが重要となり、さらに天体は時間とともに変化するため風水は本来流動的なものとされているのです。そして天体の運行も考慮しながら事件が発生した時点での2つの村の風水を分析すると共通点が分かりました。それは2つの村がどちらも流脈と呼ばれる最高の気の流れを呼び込む門の位置にあったのです。この門と呼ばれる場所に人間や動物がいると気の流れが乱れてしまうそうで、もしかしたら国家権力者がこの流脈の気を使って中国全土を支配しようと考えた結果、2つの村に住む村人たちを強制移住させたのではないかということが考えられるのです。中国ですね、こう風水とかね、そうですね、もう方角とかこういろんなん考えて土地でね、運気みたいな、はい、考えるのでね、ほんまにこう国家機密での作戦だとしたらですよ、うん、こうまあ情報が漏れずに、そうなんですよね、行われたっていうのもまあ分かるな、うんうん、出てこないように国でね必死にやったんだったらっていうところで、うん、そうね。で以上がこの事件に関する、まあ、最も有力とされる推測ですね、はい、まあ、失踪原因の可能性なんですが、はい、ここまで話しておいてあれなんですけども、うん、そもそも本当にこの事件が実在していたんだろうかって疑問を掲げるものも実は少なくないそうなんですよ、うん、そもそもを否定してるんですね、はい、あったことなのみたいな、はあ、
というのも実はこの事件の存在が中国で認知されたのが事件発生の1987年当時ではなくてですね、うん、意外にも最近の2010年だっていうところ、いやそこそこ最近ですよ。そうですよね、うんうん、でこれなんで2010年にやってこれが認知されたかと申しますと、うんうん、2010年の10月です。あるネットユーザーが奇妙な事件が秦嶺山脈の麓で起こったとネット上にこの事件の内容を投稿したそうなんですね、うん、でそうなるとたちまち中国の SNS などを通して拡散されて、うん、メディア的にも大々的に取り上げられてなんか大騒ぎになったっていうところだそうです。ってことはですよ、はい、日本でいうところのさ、うん、これあの2ちゃん5ちゃん的な、はい、なんかそのね、みんながこう投稿するような掲示板でこんな事件あったんだけどみたいな、はい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 、都市伝説的なこう知られ方したんですね。まさにその通りなんですよ、ね、だからこれ当事者の村人が全員行方不明のためですね、うん、この事件の存在に、まあ、根拠はないって言えば根拠はないんです。なるほど。だからいわゆるネットユーザーが広めたデマ、うん、作り話だった可能性が高いともされている。ああ面白いね、ね、うん、作ったお話っていうところね、口先女とかと同じレベルで そんな感じで広まった、ね、でこのネットでの大騒ぎに、うん、まあ、警察や事件の起きた村の近隣の自治体も、うん、そんな事実はないっていうことで否定しているっていうところだそうなんですよ、ね、そうなんですよ、はあ、だからこの事件が実在していないのではと考えられた根拠の方をちょっとまとめました、うんうん、まずその1です。限られた情報の根拠という部分です。で、数少ない情報の事件の情報ですね、周辺に住んでいた人物による目撃証言のみとされております、うん、で、この目撃者には上記のサイトに投稿した投稿者自身も含まれていたんですけども、うん、これ投稿者の IP ですね、これを調べるとその周辺の地には住んでいないことが分かったと、うん、だつまり事件を知るはずのない人間による投稿の可能性が高いと、はい、で他の目撃者とされるものに関してもですね、はい、何者なのか、うん、どの記事にもはっきりとそれは書かれていなかったというところだそうですね。で2つ目です、はい、村の名前の謎です、はい、でこの失踪した村の名をですね、まあ、おそらくこの昭山村だとする記事もあるんですけど、うんうん、どの村が消滅したのかわからない、はい、つまり村の名前すらわからないと書いているものもあるそうなんですよ、うん、これ大昔の事件ならともかくですね、普通1980年代まで存在した村なら、うん、調べれば村の名前程度なら大体わかるはずなんですけどねっていうところですね。面白いですよね、これね、杉沢村とかと同じじゃないですか。そうですね、そういう観点で見てみると日本のリンクありますね。いやその日本でもさ、はい、閉ざされた村、消された村、ね、消された村みたいなあるじゃない。ありますあります。ワクワクするよね我々ね。一番なんかこうね、都市伝説系でワクワクするワードだよね。そうなんですよ。でもですよ、はいはい、人口の大きい広大な中国だとしたら、うん、調べきれてない村とかもあるんじゃないのと思ったりするのよ。なるほど。いくら国でも、うん、今やったらもうね、うん、ドローンとかで調べ尽くせるじゃない。上から見てね、そうあれできるけどねっていう思いました。確かにね、うん、おっしゃる通りです、うん、人知れず中国の村が減少していることもあると思うんです、うん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 、でこれというのがある調べにおいてですね、はい、2000年には国内に法人化された村が中国約360万あったそうなんですけど、うん、2010年でこれが270万まで減少した、うん、だから1日あたり平均250の村が消滅している。めちゃくちゃ消えてるじゃない。考えてみたらね、ね、消えてると。消えとるな。で2017年にはこれ240万の数の村にまで減少したって言われてるんですよ、うん、だからよって人口10億を超える中国において、うん、何の情報もなく村レベルの人数の失踪があってもおかしくないっていう意見も当然のように存在するっていうところだそうです、ね、なるほど、うん、で3つ目です、はい、廃墟の画像の存在というところです、うん、この失踪事件の特色としてですね、いまだに住民が消え去った状態の村が廃墟として残ってるっていうエピソードが語られているんですよ。でその廃墟と化した村の画像っていうのも出回ってるそうなんですね。なんですけどこれらの画像がいわゆるイメージ画像ですね、実際の村じゃない可能性が非常に高いと、うん、で全て同一の場所で捉えたものとは思えないという指摘がありまして、うん、写真についての具体的な情報これも全くといいほどないそうなんですよ、うん、でこちらで以下実際の村とされてる写真見ていきましょう。はい、なるほどね、まあまあ誰がね
誰がどの時代に撮ったんやっていうね、そうだよ感じではありますけども、まあ言われてみたらそうですけど、なんかイメージ写真な気しますよね、そうだよね、イメージ画像な。なんとなくね、どこかの村を撮ってきてもこんな風になるのかなとか。だってさ、統一感なくない？なんか、ね、なんか色味とか村は本来こういう村って ね、なんか同じような並ぶじゃない、統一してるもんだ、そう、昔ながらのさ、その村の歴史を感じさせるところがなんかないんですよ、バラバラに感じるところもありますよね、はい、で以上の疑問点考慮するとこの事件の存在そのものが本当に怪しく思えてきてしまう、だけど結局最終的にはデマなのか事実なのかっていうのがわからないままだっていうところですね、がっつりね、はい、中国が情報隠しとる可能性もね捨てきれないじゃない。だからそこもそうなんですよね、だから中国がこの事件をやはり隠蔽している可能性、確かにおっしゃったようにゼロではないんです、はい、隠蔽工作。中国政府は1980年代から1990年代にかけて海外に対抗するために無数の軍事実験を行っていましたが、その結果についてはほとんど知られていません。実際中国には説明がなされていない謎の事件が多く、失踪ではないものの村人が丸ごと消えたと言われる事件は他にも存在していました。特に有名なのは衛星の打ち上げ失敗に伴う大惨事を中国が隠蔽したというものです。1996年2月14日衛星打ち上げロケット長征3号 B の打ち上げが欧米の報道陣を招いて大々的に実施されました。しかし打ち上げ直後、長征3号 B は突然コントロールを失い近隣の市街地に墜落、数百人が死傷するという宇宙開発史上最悪の死亡事故に発展しました。そんな大惨事になったにもかかわらず、中国政府は海外報道メディアを隔離、映像テープも没収し事故を隠そうとしたというのです。で結局隠し撮りをした映像がですね、没収とか招かれた映像によりまして、この事故の全貌世界中に知れ渡ることになったんですけどね。やっとんね、やってますね。闇が深いよこれは。そうなんですよね、絶対隠そうね、隠してるし、あったことをね、なんで隠そうとすんだよね、バレんのに。バレないと思うんじゃないの、わからないけどね。そうですか。で中国この事故で6名が死亡して、57名が負傷したと報じたんですけど、海外メディアによりますと死亡者は数百人規模であったって見られてるところです、ね、めちゃくちゃ少なく見積もってはる。そうです ね、少ない数で出してると、でこの長征3号 B の打ち上げ失敗についてですね、アメリカのスミソニアン博物館の専門雑誌2013年に次のように報じております。かつて発射センターに隣接していた村はまるで存在しなかったかのように消滅した。犠牲者の追悼碑はなく、国営の中国報道機関が彼らの運命について言及したことは一度もないっていうところだそうですね。断定は我々しないですけど、はい、マジで隠蔽してたとしたらこれ超やばいよね。そうだね、消せるっていうか隠せるっていうことも、ね、すごいよね、まあ、また冒頭でも少しだけ触れました、エイリアンによる誘拐ですね、いわゆるアブダクション説、これもまた事実無根の話ではないんですね。マジかよ。というのは中国今までですね、アメリカをもしのぐほどの宇宙研究を進めているとも言われておりまして、つい先日の10月26日も有人宇宙船神舟17号が打ち上げられたばかりであると、で、あのスティーブン・ホーキング博士も中国にですね、宇宙人と接触しないようにって警告をしていたほど、今中国は世界で最も宇宙人と近い国だともされているんですよ。じゃあもしかしたらさ、こう中国のね、国ごとこう宇宙人ともつながってる可能性ありますよね、上層部ね。そう、こういう話が出るってことはもうそこまで行ってるっていう可能性は僕は結構高いんじゃないかなとちょっと思いますよね。だからそれこそアメリカ、ロシア、中国、この大国と呼ばれてる国たちはもう宇宙人とそれぞれね、つながって、別の契約じゃないけど ね、そうね、何かをしてる可能性はあるよね。はい、まあ、一人のネットユーザーによるただの都市伝説なのか、これがね、それとも隠蔽され続けた事件がようやく明らかになったのか、なるほど、はたまた本当に宇宙人によるアブダクションだったのか、だからこれ結局のところ現在もまだこの真実は解明されていないという着地になります。なるほど。だからね、あの国が本気出せば村の一つぐらいは、ね、消せる、消せるんだよっていうのもあるんだろうけどね、どの説が本当なのか
うん、うん、それとも全くなかったのか、うん、だから本当にもうただ本当にネットのデマみたいのを、うん、みんながああそうなのかって真剣に考えてるだけっていう可能性もあるってことだよね。なんかね、うん、我々都市伝説とかそういったものが好きなものからすると、はい、一人のネットユーザーによるね、うん、この仕掛けたことが、ね、この、うん、世界中の人たちに知れ渡るような都市伝説になってるって考えたら、うん、ちょっとワクワクします、ね、する。またあの国土が広い中国だからこそなんか、うん、よりね説得力もあるもんね、ね、あるのかなと思いますよね、はい、というところで、今回はアジア最大の失踪事件といわれる、うん、イェ・リーマオ事件をお届けしました。以上海外ミステリーファイルでした。ありがとうございました、うん。